どうも、コーズです。今回ですけども、17期研究生の今後ということで、話題になってますので、ちょっと触れていきたいと。まあ、ブログは概要欄からぜひ見ていただきたいんですけれども、まあ、ちょっとその、握手会、オンライン、お話し会の売れ行きっていう、まあ、完売表みたいなのがね、出てたりするわけですけれども、まあ、それを見ると、まあ、その、売れ行きが芳しくないと。いうところから、どうなんっていう話なんですけども、現状見てみるとですね、水島メンバー66分の6完売、橋本研究員66分の3で残りわずかが2、佐藤愛理ちゃん、66分の0ですが、わずかが1、平田、布袋、マサイ、山崎、太田、小浜、畠山は、の中で言うと、太田メンバーが36分の2というふうなところで、それ以外は全員0と、残りわずかも0というふうなところなわけですが、どうなんですかね。だってまだ2年目、3年目になるかっていうところでしょう。まだ佐藤愛理ちゃんはね、もうちょい跳ねてもいいかなぐらいですけどね。でもまあ、ズッキーで19とか20とかでしょ、完売数。で、田口真中さんがそれを追う形で15とかでしょ。だからもう、蔵の小栗村山が全完売以外はかなり差が開くんですよ。だからそう考えると、単純にその、ね、オタクの総数が若干減っているのではないかという気がする。まだ俺もさ、だから岡部凛さんが辞めてしまうとね、もうなんか握手会に行くのがちょっと億劫で、どうしようかなっていう。まあ、たびたび僕は動画で触れてますけど。多分そういう人いるんじゃない？俺ですらそうなんだからさ。なんていうかな、なんか新しい推しメン見つけるの疲れちゃうんだよね。すげえ身も蓋もないこと言っちゃうけどさ。そう、でもな、こんだけ続けてるのにさ、そう思っちゃうんだよ。いやだから、まあ、個人的にはもう、坂川日向ちゃんが、こう、どうなるかっていうところですけどね、僕的には。でもやっぱりね、その、オタクにも様々いますけど、僕の場合はやっぱり、その、推し面にするには、なんか結構、なんか覚悟がいるというか、意外とそういうのなんですよ。なんかその、なんだ、きっかけは結構緩かったりするのよ。なんか知られたとか、レスが来たとか、なんかそういうレベルなんだけど、実際その、毎回予定を立てて通うということは、結構ね、覚悟がいるんですよ。だし、なんかその、最近の AKB ってなんかそういう面白そうなイベントちょっと減っちゃってるじゃないですか。だから、チーム8がすごく良かったのは毎週外イベがあったっていうことなんですよ。ほぼ。で、撮れた。写真が撮れたっていうこと。だからなんかその、別にレスが来ようが来まいが、出席確認があろうがなかろうが、なんだろう、写真っていう成果物は絶対撮れるわけじゃん。そのチームエイト現場、外現場の良かったところって。で、その、なんだろうな、なんていうかな、難しいけど、やっぱそれに、そういう、なんか、ある種の必死さみたいなのが付随するんですよ。だからその、あ、今週はどこか、どこどこ現場かみたいな、何県行くんかみたいな、あ、どうしよう、予定どうしようみたいな、で、ワクワクする。だからその、もう一種のトランス状態に入ってたんですよ。でも今もう外イベほぼないし、コンスタントにもないしね、ちょこちょこあったとってじゃん。だし、なんか同時多発的にはないじゃん、絶対に。あ、なんか、亀子分布図とかも前ね、あったっすけど、ああいうのももうないじゃん。だからさ、で、なんかそういう現場が重なれば、やっぱりたまに話したくなるわけですよ。あの時の写真見てくれたとかさ、なんかそういうのがあるから、じゃあ握手会も行こうみたいな、あったけど、今は、もう、ほんと月に1、2回劇場公演見て、握手会行くかどうするかなっていう風なレベルまで今モチベがそこまでになってるんで、まあ劇場公演はもう常に見たいのよ。あれはもう月パスだったら毎日でも通いたいぐらいいいコンテンツなんだけど、
だからその劇場公演も別に月1、2回じゃない。だ例えば運よく最前とか前の方座れたとしてレスが来てね、じゃああの子と話したいってなった時にすぐ帰る握手券はないわけですよ。開催予定日は3ヶ月後とかじゃん。だからちょっと熱が冷めるんだよな。なんかその瞬間だとちょっと話してみたいなとか思うんだけど、だからその劇場終わりで握手会とかやればいいのにね。まあ今ピンポン玉チャレンジやってるからあれなんだけどさ、多分ピンポン玉チャレンジの方がいいんだろうけど、だから ああいうのがいいと思う。そのピンポン玉チャレンジこの前は成功してね、僕は唯一と撮りましたけれども、まあぜひ Vlog 見ていただきたいんですけども、やっぱああいう風に公演終わりで会えるのは楽しいかもしれない。全く初見だったけどちょっと楽しかったもん。その初接触だったけど楽しかったもん。だそういうのがないと結構しんどいかな。じゃあその知られてる子がいる公演にしか申し込まないってなると行く回数がもっと減るっていう、まあさらに悪循環だよね。だそういうファンをなんだろう、総数をまず増やすこととリピーターを増やすってことを同時にしなきゃいけないんですけど、総数が減っちゃうとパイの奪い合いになっちゃうからね、どうなんですかねっていうのが、まあ、個人的には思うところかな。皆さんはどうお感じですか？結構なんだろう、現状の問題なんだ、課題懸念点問題点みたいなところは多分そこだと思うんだよな。少なくとも僕のそのムーブオタ活的なところので言うと、やっぱり岡部凛さんいなくなるのは結構痛いっすね。でも劇場公演はもうコンテンツ力がすごいから、劇場公演は別に俺知られてる子ゼロでも見に行きたいもん、って思う。じゃあその公演に出てるメンバーとお話ししたいかっていうそのハードルを超えられるかはまた別なんだよな。もうちょいなんかフランクに変える状態に戻してくれるとありがたいんだけどね。って思いました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コーズです。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲、ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、コーズアンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。 MV 公開中です。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。